こんにちは、手作り倉庫です。初夏になってまた T シャツヤーンの季節が来ましたけれども、 T シャツヤーンでバッグを編みました。どうしても重くなりやすいので、今回こんな風にネット編みをしてみました。まずこの T シャツヤーンですけども、左の方のブルーの方がセリア、そして右の方の白い方がダイソーの T シャツヤーンです。セリアも T シャツヤーンが出ましたね。そしてこのブルーの方はだいたい4つから5つ、白は、まあ、紐を作る場合は2つぐらいいますね。最初に編み棒は10号でしたね。そして鎖編みを12目編みます。9、10、12目、11、12。そうしましたら、この今の12目目の鎖をしっかり親指で押さえておいて、そして作り目、立ち目が3つ、3目。長編みをしていきますので、立ち目3目します。そして今親指で押さえたところに最初の長編みを編みます。長編みが12目、これが1つ目ですね。そして次の鎖に長編みを2つ、これが2つ目。この針を通すところですけど、まあ、いろんなやり方してますけども、お好きなやり方で針を通していけばいいと思います。そして端の方に来ました。そしてこれが11目目ですね。そして12目、これ数えて12目、立ち目の鎖3目は別として12目の長編みを数えておいた方がいいですね。増えたり減ったりするとちょっとややこしいですね。そしてまた鎖3目編みまして、長編みの2段目を同じように12目編みます。そこは楕円じゃないしもんですから、増し目とかなしですね。長編み12目3段がそこになります。そしてこれが2段目の長編みの最後。この時も数えました。そして3段目鎖3目作って、そして12目の長編みを編みます。まあ、慣れた方はもうこれで長編み12目の3段って言えばもうそれで、これ画像を見なくても編めると思うんですけど、まあ、慣れた方はこういう簡単なものは作られないかもしれないですね。で、3段編みました。そして次にネット編みしていきますけれども、6目の鎖目をします。6目編みました。鎖6目。そしてそれをこの今長編み3段の真ん中、中心、ここに引き抜き編みをします。そして次も6目編んで、
鎖6目ですね。全部鎖6目です。6段編むんですけども、全部鎖6目です。そして最初のこの一番最初の鎖の1目目ですね。これがここに引き抜き編みをします。引き抜き編みでネットを編んでいくんですね。また6目の鎖で、次は2つ置いて3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜き編みをします。そして次も6目の鎖を編みまして、そして3つ目、1、2、2、3つ目、3つ目に引き抜き編みをします。次も同じですね。一番これ最初の部分にネット編みが4つ入ることになるんですね。次も3つ目、これ引き抜き編みで全部つないでいくんですけど、これはTシャツヤンは分厚いもんですから、この方がすっきりしたので、まあこれでやってみました。そして最後のこの鎖の最後のところ、ここに引き抜き編みをしますね。これで1段で4つ編めたんですね。 4つのネットが編めました。ですから全部で今6つ編めたんですから、半分編めたんですね。ですから12のネットができるんです。これは反対側の横のところ、長編みの真ん中のところ、長編み3段の真ん中に引き抜き編みをします。そしてまた6目の鎖を編んで、引き抜き編みで止めますね。そこでも2つ開けて3つ目に引き抜き編みで編みます。 6つの鎖で引き抜き編み、これまあ鎖6つ、だいたい5つが普通っていうか、まあ3つとか5つとか奇数が多いんですけど、6つにしたのはちょっと穴を大きくしたいっていうか、中の内布をつけるもんですから、そんな関係でですね、これ最後になりました。これ最後の部分きました。そうしましたら鎖を3つで、そして長編みでこれを辻褄合わせするんですね。これはネット編みの基本ですよね。ここで長編みをします。これで1段目のネット編みができました。12個できてますね。全部で 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、最後は鎖3目と長編みのネット編みですね。そしてまたこれを続けていくんですけども、この時に印をします。これはダブルクリップでもいいし、ゼムクリップでもいいし、これもダイソーにありましたので、これでやってみますね。これ、最後、このネット編み最後までこれをつけたままにしておきます。そしてネット編みの2段目。やはり6目の鎖で引き抜きで、隣の山のところに引き抜き編みをします。まあ、5つの鎖でも良かったんですけども、ちょっと内布を布でこう内布を取り付けることにしたもんですから、この編み編みが大きすぎて、この中の荷物が落下しちゃうぐらい大きいもんですから、 T シャツヤンのネット編みはなかなかこれだけでは使いづらいかなと思って、
内布をつけるにあたっては中の布の色も見せたいし大きめにしたいのでこんな風にしました。6つ編んで隣の山のところに引き抜き編みで、これは引き抜き編みの方がすっきりしたもんですから引き抜き編みでしましたけど、これ細編みで留めていってもいいですよ。でもお好みでやってください。こんな風に今途中なんですけども、この右側の長編みのとこですよね、この印のところ、これも途中まで編めたんですね。こんな風にこれ今2段目が編めますけど、本当にあっという間に編めちゃうんですけど、バッグの方は本当すぐ編めちゃうんですけど、内布をつけるもんですからそれにまあちょっと手間がかかる、かかるんですけどね。そしてこれが2段目の最後、これもまた同じように鎖を3目、今のこの長編みのとこですね、これ今鎖3目編んで、そして最初の1段目の長編みの上のところに、これ長編みですね、これ長編み、長編みにここに同じように長編みを入れます。それでこれ辻褄合いますよね。これどん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 斜めになっていくんです。でここに印します。これもずっとこのままつけておきます。これで2段目が編めたんですね。こんな風になってます。12ですね、12、いつも12がある。最後まで12目で、増やし目も減らし目もないです。そして3段目も編んでいきます。同じことをします。これが3段目の最後ですね。そして長編みでつなぎます。そして印をしておきます。これ糸でも余った T シャツヤンの余ったものでも何でもいいですよね。目印ですから、目印はつけておいた方がいいです、最後まで。そして5段編みました。これが6段目、最後6段編むだけなんですね。そしてこれ長編みです、繋いで、これが6段目の最後で、これでネット編みは終わりなんですね。ここにも印しておきます。次の口元のところ、口元のところを編みますから、このままにしておきます。そして糸を引っ切って引き抜いて、そしてもうここで糸は始末しちゃいますけども、この時に12、このネットが12あるかなと思って数えておきました。そしてこれちょっと細い編み棒でこうして始末しちゃいます。次に先ほどの最初にご紹介しました白の T シャツやこれ同じ色でもいいんですけども、ピンクでもいいし変えなくてもいいし同じ色でもいいですね。この今の長編みのところにこうして、まあ、目を出したというか白の糸を通して、そして一つ細編み、細編みじゃない、一つ鎖編み、これは立ち目でもないんですけど鎖編み、ここで最初は鎖編みを3つ入れました。
そして山のところにつないでいくんですけども、ここに引き抜き編み、これ細編みですると凸凹しちゃったもんですから、ここも引き抜き編みです。そして 2つ鎖を入れて次の山に引き抜き、この時これ3目でやってみたんですけども、鎖そうするとバッグが広がっちゃってパカッとなっちゃったもんですから2つにしたんですけども、この時はあんまり強く編まない方がいいですね。私ちょっと強めなんですけど、少しこう余裕を持たした鎖がおで編んだ方がいいと思います。3つ目が引き抜き編み、1つ2つ鎖をして3つ目が引き抜き編み、こうしてつないでいきます。これ口元がまあ綺麗に締まるっていうか、ちょっとふんわり、下の方がふんわりして可愛い形になったんですけど、こうして2つ鎖で引き抜き編みでつないでいきます。まあ、鎖と同じ理屈ですよね。そして最後に一番最初に作った1目、このところに引き抜き編みでつなぎます。ですから山と山の間は鎖が2つずつ入っているということですよね。そして立ち目1つ鎖編みをして、そして細編みを入れていきます。1セットに細編みが3つずつ入るんですね。これ鎖編みのところです。鎖編みのところに細編みを1つ2つ、そして引き抜きのところに細編みを1つ。ですから1セットが3目の細編みになります。それが12ですから36なんですけども、最後はちょっと違いますね。引き抜き編みを1つの細編みとして見ますので、まあ今ちょっと後からします、説明します。これで細編み2つ、引き抜きのところに細編み1つというふうにして編んでいきますね。T シャツヤンは太いもんですから、もう一針っていうか一編みですごく効いちゃうっていうかね、そういうところでちょっと工夫がいりますけども、まあ簡単に編めるし若い方にもすごく人気ありますよね。あと手触りがすごくいいですよね。ちょっと重いのが難点かなっていうところですよね。あまりしっかりしたもの編んじゃうと重くて持ちづらいっていうか、そういうふうになっちゃいますよね。そして細編み、最後細編みを2つ。で最後は1セットにならないんですけども、ここは引き抜き編みをします。最初のこの立ち目のところに引き抜き編み、まあ、引き抜き編みでも細編みぐらいのこの何ですか、 T シャツヤンの迫力っていうんですかね、太さがあるもんですから、まあこういうふうにしました。まあいろいろご意見もあるかと思いますけども、こんなふうにして編んで形が良くなったもんですから、これでまあよしとします。そうしましたら、この印はもうここで取ってしまっていいんですけども、そして糸も切って中で糸始末もします。
この動画の方はもうこちらで、あと横の紐ですか、ループを取り付けて終わりますけれども、内布の作り方の方はもう一つ違うビデオでご紹介してます。詳しくしてますもんですから、まあ、これが長くなってしまうもんですから、この前半としてこれを見ていただいて、そしてまあ内布の作り方の方はどんなバッグでも、まあ、そういう考え方としてそういうふうにして作れば内布がきれいに作れるというふうにご紹介しておりますので、まあ、編みバッグの方はまあどちらもいいわっていう人は内布の方のビデオをご覧になって参考になさっていただければいいと思います。こんなふうにして横のループのものをしっかり縫い付けましたけど、これもなしでもいいですね。直接この細編みのところにナス管をこう引っ掛けてもいいし、直接取り付けてもいいですね。で、内布をつけますもんですから、この先にこのループを取り付けしておきました。こんなふうにかわいい中のバッグの中の布が見えてるっていうか、ですから黄色でやってみたりとかしてもいいですね。